では3番立法に移りたいと思います。今回はですね、衆議院の優越というのがテーマですけれども、こちらですね、衆議院の優越がテーマです。はい、これもよく出題されるテーマですので整理をしておきたいと思います。はい、ではまず最初これですね、不信任決議が参議院にも認められるっていうふうになっていますが、参議院に関しては問責決議案というものでしたから、はい、これは衆議院専用のものですね。これは必ずチェックしておきたいというところになります。はい、2番目ここですね、総議員の3分の2というふうになっていますが、総議員ではなくて出席議員ということですので、総議員なのか出席議員なのかという点をしっかりと確認するという作業は行ってください。3番目、はい、これですね、先に審議するということで、予算の審議権というふうに言って衆議院が持っている、権利ですね。これは衆議院の優越の中の一つです。なのでこれが正解というふうになりました。次ですね、はい、今度は内閣総理大臣の指名ですね。内閣総理大臣の指名は出席議員の3分の2の賛成があれば再可決できるっていう言い方になっていますが、はい、まずは、意見が異なる場合は両院協議会に話が行って、でそこでまとまらない場合は自動的に衆議院の議決が国会の議決になるということで、ここの部分もまるまるいらないということになります。はい、最後ですね、法律案に関してですね、で法律案については参議院が30日以内ではなくて、これは60日以内ということですから、ここの点に注目をしてください。はい、ではですね、サブノートに書いてあった表をもう一度ここで確認してみましょう。はい、3つに大きく分けられます。法律案、予算条約、それから内閣総理大臣の指名で、これでまずこの日数がそれぞれ違うというところ、それから、法律案のみ3分の2の再可決になるという点、この2点に特に注目をしておいてください。では次の問題に移ります。はい、4番ですね、はい、行政の問題ですけれども、はい、行政機関の組み合わせとして正しいものということになります。まず最初、はい、皇室関係の国家事務ということですから宮内庁ということになりますね。で次に、はい、選挙の管理や情報通信事業ということですから、これは総務省の管轄になります。はい、3番に関してはこれが内閣法制局というところになりますね。はい、4番目はこの消費者問題っていうところが出てきますから、消費者庁であるというふうに考えられます。で最後も農林水産業の話が出てきますから、当然農林水産省だろうという予想は立てられますね。はい、では選択肢見てみます。はい、残念ながらここに消費者庁、消費者庁というふうにダブルで入っていますが、これは本来のもののミスプリントがそのまま使用されているということで、おそらくこの問題は全て、全員に点数が与えられるものということになるんだろうとは思うんですけれども、はい、というわけで答えが O ということになりますね。はい、ちなみにですね、この内閣官房というのは何だろうかということですけれども、はい、内閣総理大臣にはそれぞれ内閣官房長官と内閣総理大臣補佐官という人がいて、その官房長官の裏には、こういった副長官、さらにいろんな他のスタッフがいるわけですね。はい、でこの部分のうちのここが内閣官房であるというふうになります。で内閣官房の仕事としては、はい、内閣の補助機関であり直接補佐支援する、今でもやはりメディアに一番よく出てくるこの内閣官房長官ですね、はい、現在菅義偉さんという方がされていますけれども、はい、この名前もですねやはり有名な方になっていますので覚えておかれるといいかなと思います。はい、では次5番ですね、今回日本国憲法ということになりますが、第7条に規定されている国事行為ですね、はい、昨年は、元号も変わりですね、さまざまな天皇の国事行為が報道されました。なので今年の問題としてもこういった点にはぜひ注目をしておきたいということになります。はい、で、天皇の国事行為は大きく分けて3種類
になります。発表する、認証する、それから代表するという言い方でまとめることが可能です。はい、まず発表するものということでは、はい、憲法改正、法律制定、それから条約などの公布ということで、これは正解ということになりますね。はい、で次、国会の召集ということですけども、国会は実は召集するものであって開会するということではないんですね。これが国事行為としては違うよということになります。はい、それから3つ目、国会議員の総選挙の施行、これを公示するというのは丸々ここに出てきますね。はい、2つ目、認証するということは、これ任免であったり、それから、御社、これ今年は御社あございまし、昨年ですね、御社ございましたから、国事行為の一つとして確認しておきたいという点でありますね。それから外交文書を認証するという点、そして3つ目、栄典の授与、国の栄典の授与出てきましたね。はい、それから外国の大使や公使を接受するということであったり、さまざまな儀式を実施するという点が挙げられます。よって答えが2番ということになりました。では6番に移りたいと思います。はい、6番は選挙の話ですね。はい、選挙についてということなんですけども、ポイントはここです。選挙結果に問題があることを提起するというわけで、多少問題があって、現在問題があるということで、問題がどうしてもあってはいけないものっていうふうに考えると、はい、性別や納税額で差別しているということはさすがに おかしいですね。はい、誰に投票するのか干渉しているかもしれない、これも難しいことですよね。それから有権者の意思に基づいて直接代表者を選んでいないというのもおかしいですね。秘密選挙が守られていないというのもおかしい。ただ平等選挙についてはこういったお話、一票が同じ価値を有しているというのは注目する部分ではあります。はい、でこのことを一票の格差というふうに呼びました。はい、有権者の票の数、人口の少ない、人口の多いという、ところによってですね、一票に価値の差が出てしまうというこういった問題、これは非常に、報道などでも出ていますから皆さんもご存知だと思うんですけれども、はい、どれぐらい差があるのかということですね。はい、2017年の第48回衆議院議員総選挙、こちらでの1人当たりの有権者数ということで、はい、最も有権者数が多いというのが13区の47万人で、鳥取県第1区の23万人ということで、だいたいこの差が約2倍になっているということですね。で2倍ということは1票の価値が2分の1になってしまう、東京の方が2分の1の価値になってしまうということで、これに合わせてさまざまな定数の是正が行われるということになっております。特にですね、この選挙に関しては選挙の4大原則であったり、そういった点もよく問題として出題されますから、その点も合わせて確認をしておかれるといいと思います。